はランタンフェスティバルの本番でございます。すごくない？マジで箱根駅伝みたいな感じになってる。どうしよう、私箱根駅伝のランナーになっちゃうの？青学かな。てかとにかくさ、花粉がやばいんだよ。どうしよう、鼻すすりながらみこしに乗らなきゃいけないってことだな。レイちゃんは初めて入ります。初めてです。すごいです。すごい、江戸時代みたい。江戸時代じゃない？お屋敷へようこそ、私。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。マイハウスようこそ。こんにちは。やばくない？なんか大変って言ってたよ。乗り込むときにぶつからないようにしゃがんで。ねえ、柔軟性ないと無理じゃん。そうだよ。死んだっていう感じで、今からいつものように支度をしていきます。よろしくお願いします、先生。お願いします。よし、今日は。今日は、おかしくするぞ。先生、頑張ってね。しかも、れいちゃんも先生も謎になんか歩くんでしょ？見た服。え、見てない。何？オレンジだと思ったじゃん。うん。特攻隊みたいな。これ真っ黒の金の文字が入ってて、ヤンキーみたいな。ねえ、死ぬ。なんて呼ぶ今日？今日何？リーコ様みたいな。リーコ様、ヒミコ。こういうやつでしょ？そう。こういうやつ、うん。さようならって言われてすごいジェルをマヨネーズみたいに頭に塗られたんですけど。昨日のサルサソースとピンク。いやー。べったりだね。強風にも飛ばないな。怖い。怖すぎる。すごい、これで巻きつけるみたいです。すごい。すごいよ。これ先生にしかできないよ。やばいよ。すごいねこれ。え、カメラで見たら結構やばくない？まだ飾りついてないし、うん、飾りついてないでこれでしょ、うん、多くですか。今だとやばい。黒いバブシャツにレインボーのこれが一番面白い。うん、すごい。本当に阿弥陀ら？あ、本当だ。スターウォーズだ。やばい、最高。すごいでしょ、私。どこの国のお姫様かしら。皇帝パレードってこんなの？すごくない？うん、すごいすごい。もうさ、このミシミシがさ、すごいですよね。マジでさ。あ、でもいいですね。すごい。ちょっとチラ見えして、チラ見えして可愛い。このしかもこのピンクがここにあるし、なんか可愛い。なんかね、これが押さえてくれるかも。確かに、そうそう、安定感が出る。やっぱ。おー、マスちゃんいいね。すごいすごいすごい。やばいやばい、来た急に。やばい。一緒でそういうことないから。ここに来る前ね、もう滝組さん取られまくったけど。そう。先に歓声浴びてんじゃん。ね、何オープニングアクト？可愛い。ピョンピョンチームで撮ろう。あ、撮りたい。私たちは？三人姉妹。より踊る。かっこいいよみんな。うまい受け方だ。じゃあ皆様本番に5分前ぐらいには移動して飲む前に。レイちゃんまさに開港とでも言いましょうか、はい、長崎の盛り上げるイベントをリーサちゃんと長崎でやれるっていうのは、はい、これはもう最高のタイミングです、ね、最高のタイミングだし本当にありがとうございました。とんでもないです。ドラマも大好評でね。現場やっぱ面白いですか？現場めちゃめちゃ面白くて、でも結構順調で。押したりしない？あんまり押してます。あ、押してます。はい、結構ミュージカルをやらなきゃいけないので。
すごく押してます。あれ練習も結構練習もすごい大変なんです。あれやっぱり歌詞なんだけどセリフ的に重要な内容を言ってるんで。そうなんです。あれ覚えなきゃいけないわけです。でも当ててます。アフターしてる。アフターしてる。すごい。さすがですね。はいはいはい、そうなんです。本当に全てがツボを押さえてるというか聞いてますよね。すいません見ていただいて。いやもちろん。ありがとうございます。すいません喜びます皆さん。この手があったかって感じですよね。今やっぱりこうどんどんこう時代が生きづらいというか、はい、まあそうは言いながらも時代というのは正しく進んでいってる結果がこうなってると思うんですけど、はい、そんな中にああいったアプローチで磯山さんと工藤さんとでね、はい、あのカウンターパンチ効いてますよね。すごく嬉しいです。磯山さんにお伝えしときます。磯山さんのためには僕にも仕事振ってください。磯山さん知らない仲じゃないんですけど、もう二人ともねあの肩が不適切にも程がある大きさが、二人でこの人でなんかどっか行きたいですよ。そうですね。これはちょっと一回じゃもったいないので、うん、何かぜひ。まさにこうアーティスティックでファッショナブルじゃないですか。はい、作品ですからねこれね。そうですね。一種の。これしかも僕あれなんですけどチクチクするの嫌いな人なんですよ。チクチクがとかいろいろ言ったら、はい、ベイビーさんがすごく着心地のいいインナーとかつけてくれたんで、はい、着ててめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。あ、そうなんですね。僕ら超厚底なんですよね今日ね。そうなんです。これね、すごい。え、そのサイズがあったってことですか。そのこれ作ってくれたんですよね。すごい。今日だから僕、はい、2メーターぐらいになってます。今日リサちゃん何センチぐらい。私はでも170センチぐらいになってます。でもこの頭があるので私。あ、本当だ。似合うね、はい、これどうなってますか。ご説明ください。巻きつけてます。このここに、はい、そうなんです。巻きつけてるんです。重たいんですか。軽いです。めちゃめちゃ軽くて。あ、じゃあ全然。でも風で飛ばされないかが心配。風が結構風速6メートル。あのね、2時に6メートル。2時に6メートルです。26メートル。あ、2時、お昼の2時に。2時に6メートルが吹くんで。今は3メートルぐらいらしいです。なので、ちょっと6メートルの時に耐えれるぐらいの頑丈にちょっと固めております。計算し尽くされてます、はい。そうなんです。風速まで調べて。風速調べて。今日はい。でもし風が正面から当たりそうな時はあのヨットのセールみたいにちょっとこう風流してそうです、ね、こっちから来たと思ったらこっちにこうしてそうです。あと一応ですね、はい、僕を準備してもらってるのが、はい、1時間半こうずっとパレードするじゃないですか、はい、皆さんの声援や熱いエネルギーにおそらく僕らも感動したりとか興奮したりとかすると思うんですよ、はいはい、その時になんかこう一声かけたくなるんじゃないかなと思って、はい、一応僕マイクもらえるようにしてるんで。あ、そうなんですね。もしかしたら途中でそのマイクを皇后様にも渡して一言こう発声していただくみたいなシーンが出てくるかもしれない。わかりました。そういう、はい、あのバトンをはいもらいただき、はい、それでこういう、はい、またバトン返してもらうかもしれない。バトンをまた返してはい、わ、はい、かりました。昨日私個人的にねランタン行ったんですけど。大丈夫でしょ。なんかジャオドレ協会の方から DM が来て個人のインスタグラムに来て個人のインスタグラムに DM していいんだジャオの頭を持ってみたくて。持ちました。持ちました。大丈夫でした。大丈夫です。15キロ。結構重いでしょ。結構重いですけど縦にだったらいけました。そう、ね、だけどやっぱそこれをこう横にはこれはね無理ですね。重さに持ってかれちゃうんですよね。僕もね、玉持ったことあるんです。稲佐山でライブやった時に。あ、そうなんですね。はい、練習しました。あー、すごい。あんなに重たくて、あんなに疲れると思わなくてですね。はい、正直、100ライブで疲れるとするならば、はい、そのうちの40ぐらいの疲れはジャオドでした。ジャオドパレードそのものは僕が当然初めてですけど、パレードってあります？パレードないです。初めてです。いや、僕も初めて。ランタンも本当に東京に出てきて20年なんですけども、20年ぶりぐらいです。あ、行ったことはあったんですね。はい、ありました。子供の時は。僕がね、長崎にいた頃はね、まだなかったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。僕、長崎出たのが37年くらい前で、はい、ランタンフェスティバルが始まったのが、まあ、30年くらい前でした。昨日の夜ですかね、僕は車で回ったんですけど、はい、初めて見たんですけど。盛り上がりますね、やっぱり。すごい盛り上がって。あの赤いのが。はい、懐かしくなりました。うわーと思って。そろそろです。はい、あと1分で声かけ。頑張ります。ありがとうございます。レイちゃんでした。レイちゃん僕の仕事もやってもらってもいいですか。お願いします。もちろんです。 YouTube ちょっと撮っていただいて、ね、レイちゃん、いや、もう今日よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャーイー、アメリカンネル。本当ですね。空撮です。空撮か、すごい。
ばい、うちらも見たいのに始まっちゃう。してる人さ、みんなさ、やばいって思うよ。私よりもさ、みこしの人に声援をお願いしますって。お願いしますだったね。私が弁当2つも食っちゃったから、重くなっちゃったかなっていう話。皇帝役福山雅治さん、皇后役仲里依紗さん、お揃いでございます。大きな拍手をお願いいたします。あっという間でしたね。そうですね、すごくあっという間で、ね、全然まだ歩けますか？いやいや、あのですね、はい、担ぎ手の皆様たちは割と来てると思いますけど、いや、すごく頑張ってくださいました。担ぎ手の皆様にもどうぞ温かい拍手をご声援をお送りください。長崎市飯屋町の皆さんです。本日のこの観覧エリアにはなんと全国から17万人の応
ことがあったということですけれども、それに関してお二人いかがでしょう。もっと来てもよかったですよね。本当に今ドラマでね、なんかさ忙しい、そんな中本当に来ていただけるのかなと思ったんですけど、もうこじ開けていただいてね。こじ開けました。いや、ね、だってもうそれはね、いろんな人が福山さんに言われてるからと、もうすごい大人たちが動いて。あ、そうなんです。つまり福山のオファーは不適切にも程があるから、ね、すごい素晴らしい、ありがとうございます。ぜひご覧になってください。お二人やはりそのドラマですとか映画ですとかにたくさん出演なさっていますけれども、どうでしょう、この皇帝役、皇后役というのは今までありましたか。ないでしょ、知ってるでしょ。はい、知ってました、すいません。知ってるでしょ。なんかでもこれ着るとなんかやりたくなりますよね。そうですね。中さんもやはりファッションにはとてもこだわりがあって、注目もで受けている日々ですけれども、中さんの衣装はいかがですか。そうですね、普段も結構派手な方なので、普段着にちょっと毛が生えた、本当に毛生えてるんですよ、ここぐらいかなっていう。毛が生えてますね。はい、毛が生えてます。はい、昨年のあのファッションショーの際には、はい、ジャオドリーのあのジャの鱗を思わせるズボンと、こうランタンのように鮮やかなオレンジ色の衣装を着て、かなり長崎を意識されてましたよね。はい、そうですね、長崎の出島をイメージした衣装で私は登壇させていただきました。その出島から今日出発ということで、いかがだったでしょうか。意外と長崎に住んでる方って入ったことない方が多いんだなと思って。僕もちゃんと入ったの初めてです。なんかこのお衣装を着させていただいて、今日出島の中からね、こうちょっと出発線まで歩いてその瞬間なんて、なんかちょっとタイムスリップしたよね。はい、その時代に中国の偉い方とかこの出島にいらっしゃったのかななんてこう思えるぐらい、非常にこう入り込めるような、そういうすごいいいところになってました。はい、長崎はですね、これから大きく100年に一度の街が新たに始まっていくというふうに言われています。10月にはスタジアムシティも始まります。まさにですね、こう大きく長崎が前進していくきっかけになると思います。中さんがやられてるあのグラフもそうですけども、新しい施設ができて、新しい場所ができることによって、その新しい輝きが過去の歴史を照らすのではないかと、より奥深い長崎になっていくんじゃないかと思っております。一緒に盛り上げていきましょう。本日はお集まりいただきましてありがとうございました。皆さん本当に今日はありがとうございました。長崎以外からも来られてる方がたくさんいらっしゃると思うので、長崎っていいところだよって思ってもらえるような、皆さんのこの第二のふるさとにも、ね、県外の方がなるように、これからどんどん長崎のためにできることがあったら何でもやりますので、ぜひ皆様呼んでください。本当にありがとうございました。これね、一番大事です。すごく一番大事です。れいちゃんちゃんと、もうちゃんと新曲が出ます。わー、お願いします。よろしくお願いします。素晴らしい。ここをかざすだけで課金されます。テレビ系全国ネット月10ドラマ春になったらの主題歌瞳でございます。2月19日配信になってます。はい、いやもうこんなところに持ってきて、もうこの宣伝、いやもう本当にぜひ皆さん、ここ今スクショタイムです。よろしくお願いします。この宣伝不適切にも程がありますよね。全然これ適切な、適切です。適切、風じゃないです、適切です。いつか私のドラマの主題歌も本当にお願いしたいです。オファーいただきました。いやいやいや、本当に夢です。ね、マネージャーさん、今リーサさんのドラマの主題歌のオファーいただきましたよ。本当にお願いします。いやもちろんです。いや嬉しいです。機会があったら本当に。いやいや、もうそれもういい形でちょっとお願いします。すごーい、やらしいよ、ね、たまたまです。たまたまの割には大きめの上がってきてるんですよ。僕らから見た景色っていうのは本当に感動的でしたよね。はい、皆さんの笑顔と声援がね、はい、見てください。衣装ぜひ見てください。一点物です。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ただいま帰ってまいりました。そして打ち上げが終わりました。みんなで美味しくご飯を食べましてですね、本当にお腹も心も満たされました。ありがとうございました。なんかレイナ様ってどうしたの。これはぁ、くさくるさ、あの、ま
って何？お姉ちゃんの分も。え？嘘、私ももらえたの？うん。ピカチュウさん。今赤に変わっちゃったのって。あ、マジ？じゃあこれレアじゃん。じゃあ私たちは老舗のバイトのチームリーダーってこと？チームリーダー。あ、やばい。じゃあ私たちチームリーダーになれるの？背中かわいくない？かわいい、めっちゃ。え、でしょ？丸三角四角みたいな、これさ、小学校1年生のさ、テストみたいな感じじゃん。嬉しい。ありがとうございます。締めに参加してくれてありがとうね。ニコちゃんを見たかったね。ペット OK だったかな？ねえ、ニコちゃん。はい、ということで、もうね、すごく花粉の辛さを忘れるぐらいとても一日が楽しかったです。ちょっと竹海さんとかなえさんも奇跡的に起きてらっしゃるので、どうでしたか？ものすごくようございました。でも竹海さんはね、もうご機嫌だったもんね。もあと出島の、ね、メッセで待っててねって言ったのなのに、もう来ちゃったから、すごいよね。どうしても見たくて、どうしても見たくて。ママはどうでしたか？感動でしたね。本当、うん、どうだった？キラキラな感じ。キラキラはね、いつもだけどキラキラいつもでしょ。でも衣装が本当に綺麗かった、うん、すごいでしょ。マジで。てか私さ、福山さんの衣装初めて今日見たじゃん、うん、めっちゃすごかったよね。めっちゃすごかったよね。マジギラギラだったよね、うんうん、しかもあの肩がさ 150m ぐらいあったよね、うん、びっくりするぐらいこんなってさ、うん、あったね。ということで、あ、本当にあんかゆい。お昼出なかった、みんなね。出なかった。しかもほら、もうあんな時はさ、お姫様だったからさ、もう全然かゆくなかったんだけどさ、みこしから下ろされると姫じゃなくなって中里さんになっちゃったから、かゆくてしょうがないんだって。もう無理。明日みこし用意してくれる？いやでもね、あのね、みこしを担ぐ時のあの声援がすごかった。声援ってか、うん、あの掛け声が、あれかっこよかった、ね、こうして、あーいやいや、さあとか言ってさ。で、YouTube に皇帝パレードの一連もね、流れているので、皆さんちょっと見てみてください。そして何より、福山雅治さんの新曲、瞳。皆様、ぜひ、本当に素晴らしい。もう、さっきお食事ご一緒させていただいてたんですけども、曲作りをしてる人に、こんなに近くでお話しすることってないから、マジで感動したよね。いや、すげープロだなと思って。役者もトップレベルで、シンガーソングライターもトップだから、二刀流でしょ？言っとくけど。大谷翔平さんってことですよね。逆に元祖ですよ、福山雅治さんを多分見て育ったんですよ、大谷翔平さん、うん、いや福山さんでもなんかな、10刀流ぐらいあるかもしれない、うん、おしゃべりもすごいし、うん、ラジオもすごいし、なんかいろんなクリエイティブな方だから、本当に一緒にお話ししててとても楽しかったです。それでは今日の動画見てくださって本当にありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そして X もやってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてマネージャーの X もマネージャーのインスタグラムもやっておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。中里沙でした。ここにはいらっしゃらないけど、福山雅治さんでした。スペシャル神回ありがとうございました。バイバイ。ランタンフェスティバル2024特別編括弧